ある3種類のうなぎかば焼き食べ比べセットを食べてみたいと思います。まずこちらがブレイルして温める切り身、電子レンジでもボイルでもいける切り身、そしてまあ電子レンジ全部、電子レンジでもボイル全部、ごめんなさい間違えた、全部ボイルでもいけるんですけど、うち2つは電子レンジでもいける。あとでっかい切り身もあります。切り身っていうかな、味噌のね、どれも美味しそうですね。うなぎは精力もつきますし、しっかり食べてまた明日からに備えていきたいと思います。カレーもきちんと用意してくれてますね。それではさすがに冷凍したら食べるわけにはいきませんので、しばし準備するまでお待ちください。タレと山椒かけてみますね。ただこぼすとあれなので下に下ろしてですけど、うわー、なんかタレが結構トロッとしてますね。なんか皮焼きのタレって結構ドロッとした印象あるんですけど、このうなぎの上に乗ってるみたいに、まあ食べてみればわかりますか。それではいただきます。うわわ、この身のふっくらさはすごいな。いろんなうなぎ食べ、いや、いろんな食べないだと、いろ、今までうなぎ、まあ土曜の牛の日ぐらいしか食べたことないけど、このふっくらさは初めてだわ、ちょっと次の撮影の準備と並行しながらやってるので余計なことやってますね。こういうとこしっかり映らないようにしろよな自分。こういうとこだ、まだまだ素人な。で、今度はタレが開かないでしょ。はいはい、こうやってハサミでチョキッとね、便利だけど、さてさて、ちょっと他にもやることあったので、刻みは箸だと食べにくいのでスプーンで、ちょっとパクパクと下で進めながらです。はい、味の詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。いい子ですね。どのうなぎも刻んでいたり身がつながっていたり大きかったりと個性はあるんですけど、身がふっくらしていて、噛んだ瞬間にうまみとタレの甘辛さがじゅわっと広がってきて美味しかった。で、飯も用意しとけばよかったな。よし、タレ3つありましたけど、1つだけでも十分足りましたわ。でも同じお皿に乗せるならですよね。ちょっとふっくらとした美味しいうなぎで、土曜の牛の日にまた食べたいです。はい、いや、食べますから。今回食べたうなぎ食べ比べセットは、それぞれ形は違うんですけど、味はどれもふっくらとして美味しく、口の中でじゅわっと旨味を広げてくれて、もう文句なしの6点すべてさせていただく。切り方が違うと、ちょっと違った楽しみ方ができるのもいいですね。というわけで、本日はうなぎのかば焼き食べ比べセットを食べてみた動画でした。もしあなたも食べてみたいと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、そして〇〇を食べてほしいという方はリクエストがありましたら、マシュマロや Google フォームからリクエストいただけると嬉しいです。そして動画を拡散していただいたり、高評価、チャンネル登録をしていただけるともっと嬉しいです。では演武休演。